女子バトです。今回はフェンダーのアメリカンパフォーマーシリーズのジャズマスターのレビューです。このアメリカンパフォーマーシリーズはコロナ工場でハンドメイドで作られているフェンダーの割と新しいシリーズになります。USA のハンドメイドなんですけれども、結構ね、お手頃な価格で購入できるということで非常に今人気ですね。15万円ぐらいでね、新品で購入できるようなギターになっております。フェンダージャパンのジャズマスターと比べると、若干ね、ボディが重くてずしっとしてるなと。で、ネックに関してはですね、R が随分と緩くなってますね。非常にモダンなシェイプのネックになっております。従来のジャズマスターは結構ね、R がきつくて、弦高を低くするとチョーキングのね、音詰まりとかがあったんですけど、そういったことがないようにですね、モダンな感じに改良されております。一つネックで気になったのはね、結構ね、バリがあるんですよね。これはギブソン社のフェイデッドシリーズ、割と格安なシリーズでもそういったことがあるんですけれども、まあ USA 独特な感じですかね。従来のジャズマスターと大きく違うのは、このご覧いただいた通りブリッジです。ブリッジがストラトと同じものになってますね。そしてここにね、くるくるとスイッチがあったんですけれども、それもなくなっております。色もね、非常に綺麗ですよね。この別光にこのレイクブルー、見た感じも非常にモダンです。進化系のジャズマスターなんですけれども、音はね、もうバリバリのジャズマスターです。ピックアップも非常にこだわっていて、このアメリカンパフォーマーシリーズ用に作られたものだそうで、ペグも従来のものよりもギア比がアップしているようです。非常に滑らかです。ギア比はね、1対18らしいです。裏をご覧いただきましょうか。こちらバックパネルも赤べっ甲になっております。現代の音楽を演奏する上では、従来のジャズマスターよりもこっちの方がね、向いてるんじゃないかなと思います。ではジャキジャキのサウンドをお聴きください。